それで1回目のプロテストで合格いや私はプロテストやっぱり補欠強んだよね一番最後で中身がトップですねトップ合格で1回目が木村かなりリー選手ですかねあとはトリス選手トリスで自分はもう一番最後で山に置いてかれて山でスターフィールドっていう山があって。 ととかで使っているころ山に置いてかれるやつもあったんだありました当時は置いて会長社長に置いてかれてじゃあここでちょっと練習してお前ここで練習してプロテスト受かんなかったらもうお前終わりだっていう感じではいそうだねもう3回目の時は本当はね終わりですねはいなので当時今あの ミボーズさん、天草クさんミボーズさん、ミゼットプロレスをされてたかあのかあの領長というかであのいてくださってあのプロレスの方も指導してもらいもらえたんですね。じゃあとミゼットプロレスさんにえっと指導を受けたんだ。そうですね。朝朝ランニングしてご飯食べてとかってその辺は自分であの一日あの午前中の。 えー、基礎体力作り,、ね、りのメニューは作っていたんですけども、うんうん、レスリングはあの天草海坊主さんのじゃあリング今暇ならちょっと見てやるよ」って言って、うん、あのはい受け身見ていただいたり「そ,たそれじゃダメだよこうした方がいいよ」とか。あの 一緒にレスリング、レスリングというか、ハイリングに上がってもやっても、あの、リングにっていうか、あの、体が悪かったので。手、手取り。そうですね。手、手、手、身振り、手振りですかね。車椅子の。車椅子に、はい、なれ五郎さんっていう。そうですね。はい。あの、いつもついてくれてて。はい。一緒に。はい、教えていただきました。すごいで、そうですね。あ、これ、まあ、受か。そうですね。はい。で、受かった。補欠で、あの、医師格闘技戦を木村。

ではい、戦場の中でね戦場の中で, <laughs> でたまたまそこでそれそれこで私も空手を習ってたもんで、うん、あのチャンスをいただけたっていう流れでした、うん、はいそれでデビューをしてでもデビューした時っていうのは、はい、さっあのねこういう重機な感じではなかったから 普通のまあベビーヘイスとしてだよね、はい、そうでしたそれの時ってもう対抗戦始まってんの対抗戦まだ始まってなかまだ始まってないんだ、はい、まだ始まってない対抗戦の前っていうのはクラッシギャルさんが引退しちゃった後で多分私がトップでやってて、はいはい、お客さんがほとんどいない時だよねはい。一番冬の時代に入ってきちゃったいい一番かわいそうな新人のいやとんでもないです平成二年組はい平成二年組です 2>, 2年組はもう、ね、本当冬の 新人だ。とんでもない。ジャガーさんがコーチをやってくださって。毎日道場で。はい。見ていただいて。ヘっぽこで。お尻をはい、叩いていただいて。はい。ジャガーさんのことっていうのは。クラシーズのことは知ってたけども、ジャガーさんのことは。知ってた。もちろんです。あ、もちろんです。テレビで。はい。3 w. A. の世界チャンピオンの時に。はい。見てたんだね。はい。そうか、そうか。だから、そう、あの。 あすごい方がコーチだということでバイクで当時うわって乗りつけて朝練習の時に乗りつけてくるんですけどもうそのバイクのエンジンが止まる音でもうみんなずえ上がってジャガガさん、ジャガさんのバイクだあっっていうはいみんな毎日が緊張でした。 怖かったです。怖かったし、あの、ロープワークとかが、とにかくすごくて、あと縄跳びですね、の速さとかがめっちゃすごくて、最初、もう、こう、私、できるかなって、もう、それだけで、はい。めちゃくち縄跳びってそんな速かったのすっごい速いんですよ。あ違う違う。20、20、20、20、20、20、い0 20、2い20、20、2う20、2う はい。でもだんだんやっていく時には、ちょっとずつできるようになってきたの。そうですね。すごいじゃ少しずつですね。はい。まあ、それで、まあ、で、ボディスラムもですね。めちゃくちゃ、はい、私なんかを軽々持ち上げて、されて、もう、もう。本当に強靭だなと思いました。さすがに、はい。千賀さん。まあ、千賀さんの、あの。コーチのもと、デビューして、まあ、ベビーフェイスとしてデビューしてて。はい。 でいつからあ、まあ、対抗戦が始まった時っていうのはまだ沼地じゃない沼田さえみでしたねた、はいはい、最初が沼田さえみでしたそ<う><っ>なんで沼地がアリーナの時ですね横浜アリーナの,あのデビー・マレンコさん選手が欠場されて、うんうん、たまたまそこに入れたそこに空きがあったから空きがあったからじゃあしょうがない沼田入ってくれて、うん、沼田さえみでそこで入ったの、はい、その時はまだ沼地じゃない、はいはい、何がきっかけで沼地になったの そのっとにコスチュームリングコスチュームをそろそろ新人は先輩から譲っていただいて先輩の大切に着させていただいてたんですけどそろそろ自分のコスチュームっていうのを作ってもいいんじゃないっていうお話をいただいた時に「唐草って誰も使ってないよね」っの言ってくださって。 で、まあ、京子さんとかがやってみなよ。ってそうなちょっと待って、これ、あ、ごめんなさい、その唐草のやつをさ、ここにかけていいかな。ズボンだよね、あれって。これが、これにしてみないかっていうのを京子。そうです。また、はい。京子さん、唐草とかいいんじゃないって言って、使ってないよねって言って。で、あ私たち、冗談で言ったんじゃないですか。京 でも冗談だと思ったんですけどね。はいはでもいいと思ったあいいって思って確かに誰も使ってないじゃんまあまあそう。どなたも使ってないじゃないって思いましてそれはでもマッチのセンスだよねいやいやこれを「そうだそうだ」と思えるセンスいや面白いかもって思ってうちゃったんですよね。 デザインは当時先輩方がよくお世話になってたリング屋さんコスチューム屋さんがあったんですよねでそこに訪ねてみるといいよって教えてもらって訪ねさせていただいてもらってそこでいろいろアイデアををいて。きれっていうかこの柄でいきたいんですって言って。 これからなんであの「沼地にな,な感じになったのガテン系とか面白いよねっていうことをそこの,あのてオーナーさんが言ってくれてそれであ、うん、確かに面白い。そうかそうかでこれも鉢、はい、巻きじゃない腹巻き、ねね、っていうのが、はい、腹巻きもやって本当に「ガテン系」になる感じに、はい、これにしたんだ。 皆さん本当に皆様のアイディアの賜物なんです。ねラメのはいラメのこれででも本当ピッタリだったね。はいありねこういうとこでね本当にありがたいです。これになったでえっと沼マッっていうのはもともと選手どうしても呼ばれてたあだ名なのかな沼マッチマッチっていうそうですねあの北斗さんにえっとそうですね沼マッチってヌから沼マッチあいヌマッチって言っていただいてはい。 そうですあのこれがきっかけでみんなも「沼っち」って呼ぶようになっててファンの人もみんなね「沼っち」って思ってたもんねリングネームになる前からおかけの人たちはそれがじゃあ「沼っち」のリングネームに変わるっていうのは会社は大反対です大反対だった大反対ですこの格好をしてこの格好も反対だった対ですね会社は勝手にやってしまったんですよで勝手にやってしまったけど今コスチュームだからまあ えっと最初沼田でこれをやったんですかね。沼田サイミーで普通に。かポッカしてて合わないのね。沼田サイミーでやっちゃったんですかね。でなんでなんであんな格好して出るんだ。あの悪役善玉っていうのはあるけども、面白系で。うちは吉本じゃないぞそういうふうに言われまそれは名前出してよかったんですか。はい。じゃないぞっていうふうに言われて。 はいであのこの格好をやめてくれないと困るからっていうことを会長室に呼ばれて会長室ってことは会長とかもなんだはいあのスタッフの人じゃなくってもう本当に4兄弟いの松永さんたちがダメだったダメって言ったんだじゃあ副社長もいらっしゃって会長社長専務だったかな相当反対したんだね相当反対でしたねこういうのは困るって言われましてんでだったんだろうねいやいや うんやっぱりちょっと強さがやっぱり際立たないというかう、ねうん、<laughs> どちらかと言っても面白い、うん、面白かしくっていうのは、うんうんうね、なかったからねはい受け入れてははい、もらえなかった、うん、でもなんでその,っ<て>そのじゃあヌマッチがそのこの格好でオッケーになったの、はいうん